え、ああ、では世界救出作戦開始。あ、ツインエースや召喚士たちへの連絡は任せてくださいな。よっしゃ、始めようぜ姉ちゃん。うん。オルテマゲートか。何をするつもりだ。おい。ん？うっ。何のつもりだ。はっ、あっ、もらった。セイバーどもか。どうやってここまで来たかわからぬが、一体何のつもりだ。オルテマゲートへ向かえ。セイバーどもが何かをしているようだ。今さら何をするつもりだというのか。止められませんでしたね。私たちの目的はクリエイターの魂の解放よ。アルテマゲートはあの二人に任せましょう。はい。そうだな。全部のマシンを一度に逆召喚するんだから仕方ないと思う。まあ、なんだそれは。まさか。やめろ父さん。貴様、この体の主を思い出したのか。邪魔をするな。ごめん父さん、いつもいつも言うこと聞かないで反発ばっかするバカの息子で。でもバカだから、バカだから最後まで父さんの邪魔をする。ごめんなさい母さん。私ね、母さんみたいになりたかったんだ。ミラージュから世界中の人を守って、みんなから感謝されて。でもいつも忙しくて大変そうだったでしょ。だから私、ラーンとミラージュを集めたの。私が少しでも母さんの代わりをしようって。でもそのせいで母さんの力は弱まって、世界の均衡も崩れていって。でもそれでも私が強くなれば、母さんみたいになれば、母さんはきっとゆっくりできて幸せになるんだって思って。バカだったよね。でもね、私まだまだバカみたい。バカのまんまだから母さんと戦う。
よくやったな。父さん。父さん。俺。ごめん。俺。最後まで。結局。俺が謝るのは私の方だ。すまないな、ラン。え？私はお前たちを守れなかった。あの時に何もできずに死んでしまった。これはこの体に残っていた魂の残滓だから、何も気にすることはない。気にするに決まってるだろう。ラン、そっか。なんだよ父さん、ちょっと嬉しいぞ。何が？いつの間にか、そうやって人のために泣いて戦っていろんなものに立ち向かえるようになってたんだな。その心、忘れるなよ。姉ちゃん！
悲しい顔をしてると幸せがどんどん逃げちゃうよ。だから笑って。凝り染めの状態とはいえ、あの二人を退けたか。すまない、止めきれなかった。私たちが止める。ああ、変身に気をつけろ。